ちょっとさっき曲作曲したばっかりなんですけど、こっちは即興演奏なんで、ちょっと作曲と即興演奏でちょっと違うところがあって、作曲の場合はもう分かりました。もうコード進行をバリバリ使った方が楽だっていうことが。で、即興の場合はコード進行は一応僕の中で勝手に禁じ手にしてるんで、まあなんかつなぎでね、やるときの時には使いますけど、そうでない場合は基本まあこれは僕のあくまでも主義なんで、オリジナル性という意味で、なるだけコード進行は使わないと。まあオリジナルコード進行は使うことありますけど、まあ世の中にあるコード進行は使わない。まあ、ちょっと適当にやってみます。と言ってもいきなり弾けねえんだけど、まあいいや、ちょっと、まあ、さっきのイメージがちょっと抜けなくて、作曲した時の曲の、ちょっと似たような感じになっちゃうかもしれない。まあ、ちょっと小室さんにちょっと手伝ってもらおうかな。小室さんに手伝ってもらおうかなっておかしいけど。これ小室さんなんです。もう一回小室さんいきます。ここからはコード進行なしで。あ、間違えた。いきなり濁っちゃった。同じだね。同じだね。やっぱり最初はここから、最初は Am から入っちゃうんだね。これはもう完全にもうコード進行と。
通にメジャー。少しこれを上に上げて、ここにここで弾くとちょっと少し幻想っぽくなんですけどね。なんとなく最近分かってきちゃったんだけどね、テクニック的なところね。ここにしたらこうね、こういう響きになるよね。たらここだよね、ここだね、うん、これって面白くないんでわざとずらすのね。ここもね、普通に丸めたらここになっちゃうんですよ。ここはしないのでわざとずらすの、ね、間違えた、なんかおかしいな。ここはメジャーでいいかな。ここメジャーでいきますか。ここちょっと、これ入れちゃいますか。もう少し入れちゃいましょう。で次上がるんで少しメジャーに戻して、あ、こっちか。少し下げちゃうかな。変な止まり方しちゃったから、ちょっとこうつなげないといけないから、このもう一つ連続で、もう一回、もう一回、次メジャーでいいかな。メジャーでいいです。ここでちょっと崩しましょう。ここも崩すか。最近崩すのが好きになってきたかな。ここも崩しとくかな。あ、間違えた。同じ音になっちゃった。あ、いいんだよね。ここメジャーでいいよ。ここメジャーでいいや。あれ、ちょっと待って。なんで？あ、いいや。ここ崩そう。ここで一回終始しますか。今こんな感じで。ちょっと変な感じになっちゃうしね。考えながら弾いちゃいけないね。